本日はこちらの電化せが故障したため、新しく壁掛けパッケージの2台取り付けになります。天井裏を通すので、今回は先に穴を開けて、すり目なくと取り付け後、ドレンパイプと冷媒管を入れていきます。配管を収めたら、室外機を搬入して、 ブラックに固定。配管接続して真空引き。室内は高さがあったので、二人で室内機取り付け。まず一台目完了。二台目も同じ工程。配管ドレーン入れたら、接続して真空引き。二台目も完了しました。